皆様、本日2020年10月11日、ここ小樽市稲北コミュニティセンターにて全道アマチュアダンス協議会が開催されております。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から無観客にて大会を開催しておりますが、会場にお越しいただけない皆様に少しでもダンス情報をお伝えできればと思います。さて、本日はダンス協議会の解説やダンス談義などを行っていただくためにコメンテーターをお呼びしております。まずは1人目、 SNS でタキシード社交ダンスとしても活躍しております、元北海道プロラテンアメリカンファイナリスト、ダンスクリエーション松本の松本陽平先生です。皆様こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。前回に引き続き参加させていただいております。楽しみです。はい、ありがとうございます。2回目ですね。はい、慣れてきましたね。慣れてきました。よろしくお願いいたします。はい、続きまして、全北海道プロスタンダードチャンピオン、佐藤小野三宅ダンススクールより三宅さと子先生です。皆様こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。緊張してます。はい、1回目はね、みんな緊張するんですけども、はい、すぐに慣れてペースアップしていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。佐藤子先生といえばですね、まあ、個人的な話なんですけども私大学1年の時に部活動で始めたんですけども、はい、部活 の勧誘でジルバー講習会っていうのがあったんですよね。でそこでリーダーの三宅先生から、まあ、私がジルバーを取ってる時に、ちょっと見て、この子ジルバーうまいんだよ、覚えがいいって言って、佐藤子先生を私の方に呼んできて、ほうほうほう、そしたらですね、あの佐藤子先輩がですね、当時の先輩が、本当にうまいね、センスあるよみたいな風に褒められたわけですよ。そしたらもう調子の私がね、はい、入部しますみたいな感じでうまく乗せられた気もねするんですけど、そのおかげで今の私がいると言っても過言ではありません。その説はありがとうございました。とんでもないです。先生それ覚えてらっしゃるんですか。覚えてないんですよもう一瞬なんですよね。そんなもんです。いやでも三宅先生の家に足向けて寝れないいやそうなんですよね。足向けて寝られないどころかね、家の場所も知らないんでね、立って足の裏地面に向けて寝ようかなと思いますけどね。まあそんなふざけたことで言ってますけども、まあ、先月に引き続き今日はね、2回目の試みとなりますけども、今日はですね、主にアマチュア A 級戦の模様を、ね、撮影して実況などにも、ね、挑戦していきたいなと思っていきますので、お二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また飛沫感染防止の対策として、ね、マスク着用で進めさせていただきますけども、ちょっとお聞き苦しかったり、マイクにちょっとエコーかかっちゃったり、ね、するかもしれませんけども、ご了承願います。マスクといえば先生、おしゃれなマスクされてますね。そこね、はい、台本に書いてあるようなまるで質問を、ね、されますけども、ね、書いてあるよくぞ聞いてくれましたということで、まあ、前回奮発して京都の西陣織のマスク購入したんですけども、これ今日白いじゃないですか。前回黒じゃないですか、ネイビーです。確かに、まあ、それの色違いということで、まあ、本日も、ね、違うデザインのものを着用して、まあ、マスクも、ね、おしゃれしたいなと思いますけども、佐藤先生もね、おしゃれ、うん、マスクしてますね、はい、今日はちょっとおしゃれしてきました。マスクの上にレースのマスクカバーがついてるね。そうなんです。はい、カバーを、うん、はい、かけました。なんかここにもなんかついてますね。そうですね、ちょっとこうワンポイントにこう、ね、はい、いや三宅先生、佐藤先生もそうですけど、リーダーの三宅先生もマスクおしゃれして、はい、結構毎日のように写真撮って SNS 上げてるんですよね。そうですね、うん、かそういうね、もうもはやマスクは衣装というかおしゃれをするグッズの一つになってた、はい、そういうコロナ禍の中でもこう、うん、そういうおしゃれを楽しむ気持ちというかね、うん、姿勢みたいな大事ですよね、はい、楽しんでいきたいですね、はい、楽しんでいきたいと思います。さあ早速ですけども、本日の協議会の流れを、ね、説明させていただきます。まあ、従来 JBD 北海道ではダンス協議会アマチュア部門、35歳以上が出場するシニア部門、55歳以上が出場するグランドシニア部門、小学生ジュブナイル、ジュニアが、小学生や中学生ですね、が出場するジュブナイルジュニア部門、そしてプロフェッショナル部門などに分かれて、それぞれラテンアメリカンスタンダードというあるわけなんですけども、非常に多くの部門で幅広い年齢層のダンス愛好家の方々が競技ダンスを踊っています。で現在新型コロナウイルス感染症の影響で、今まで通りの方法でダンス協議会ね、開催することは非常に困難であるんですけども、全国的にもダンス協議会開催中止発表されている中、我々 JBD 北海道はいろんな対策しまして、なんとか今回も無観客で大会運営をして、
役員とかね、選手も必要、選手はたくさんですけどね、役員は必要最低限の人数で行いながら、感染防止対策を行って、アマチュア部門の H 級から A 級戦までの開催、本日ですね、全土アマチュアダンス競技会ということで、出場選手の人数制限をした状態で大会を開催しております。で今、H 級とか A 級とかね、言いましたけども、松本先生、アマチュア戦といっても、はい、今日は A 級選手、はい、出場しますので、非常にハイレベルなダンス見ることができそうですよね。そうですね。何かその注目する選手だったらいるんですかね。はい、そうですね、今日は学連の選手などもエントリーされてますが、ラテンスタンダードともに大木ペアがエントリーしてますので、はいはいはい、どちらの部門も期待できると思います。そうですね、大木ペアといえばですね、はい、まあ、彼らの兄弟かなんかでジュブナイル時代、もうこんなね、ちっちゃい頃からでね、出場して、まあ、見てたんですよ、子供時代からね。で現在大学生になって、まあ、こんなでかくなってね、非常にキャリアが長い、全国的にも、ね、好成績を収めている北海道代表する選手となってますので、本日もね、大木ペアちょっと期待してみたいと思います。そうですね、彼らは身長も高く、はい、まあ、スタイルに恵まれて、スタイリッシュなダンスを踊りますね、うんうんうん、はい、スタイルいいと、もうそれだけでメリットある感じなんですかね。そうですね、身長的なことだけでなく、うん、ダンスのスタイルという意味も重要で、例えば比較的小柄な選手であれば、うん、スピード感のあるルーティンを使用したり、身長が高い選手であれば、うん、高低差や奥行きなどを使ってシェイプを見せるなど、うんうんうん、それぞれの選手がですね、工夫してくるので見てて面白いと思います。そうですね、まあ、大事なのは、うん、その選手が自分たちの長所を、うん、いち早く早く把握して、うんうん、それを武器にしてですね、うん、コーチャーと一緒にですね、磨き上げていくっていうのが大事かなと思っています。なるほど、なんかピロリピロリになって申し訳ないですけど、はい、まあ、やっぱり同じ選手がね、いろんなことをやるんじゃなくて、いろんな選手いてそれぞれの工夫がね、楽しめるっていうのがいいのかなと。あ、そして彼ら非常に礼儀正しいですよ。そうですか、礼儀正しい、はい、それ大事ですよね。大事ですね、はい、やっぱり社交ダンスをね、子供の頃からやっていくと人とのコミュニケーションの能力が磨かれると、はい、社交ダンスのいい面もね、ちょっと今聞けましたので礼儀大事ですね。そうですね、子供の頃から見てますけど、うん、最近大学生になって、うん、男性は男性らしさが出てきましたし、うん、女性も女性らしさが出てきたんで、うん、そういう表現的な部分でも、ね、期待できると思います。ね、期待できるということですね。はい、では続きまして、今日コメンテーターの三宅先生ペアっていうのはどちらかというと、はい、お互いに身長差があるペアだというふうに伺っているんですけども、はい、何か工夫したいことなんかありますかね。はい、そうですね、一般的に2人の身長差っていうのは10センチぐらいが、うん、はい、カップルバランスがいいって言われるんですけども、うん、私たちの場合男性ですね、三宅達志先生が、183センチ、183センチ、はい、でかいですよね。なんかね、昔からそれででかくてジャンボってあだ名ついてた。ジャンボって言われてましたね。そうですね、外人の先生にもジャンボって、うん、呼ばれてます。はい、言いやすい人間。そうですね、達志って言えないみたいで言いづらい、達志が言いづらい。達志、確かに、はい、そういえば私も達志って言いづらそうでした。言いづらそうでしたね、外国人。私の方が、165センチなんです。はい、ちょっと大きく見えるみたいなんですけど、はいはい、で身長差が18センチ、18センチ大きいですね、うん、はい、平均10センチ程度はいいって言われるところは近い身長差があるので、はい、そうですね、誰かその工夫とかはい、そうですね、どうしても女性が男性の影に隠れてしまって見えないっていうふうに言われることが多かったので、まあ、見てもらえるように、まあ、男性の前に立つ角度を、はい、私がちょっと工夫してみたりですとか、はい、あと男性が少しこう多めに膝を曲げることで、はい、そうですね、足腰鍛えられそうです。そうですね、ちょっとね、窮屈な感じには本人してたかもしれないんですけど、はい、そういう工夫を、はい、今の結構いい情報ですよね。世の中も結構そのぐらいの身長差のペアっていると思うんですよね。そうですね、参考になるんじゃないかなと。先生、そうやってこう苦労されてるというか工夫されてきたってことって今後教えていく上で自分の引き出しが増えるというか、そうですね、はい、役立ちますよね。そうですね、はい、ね、ベストなカップル、ベストというか身長差の、ね、カップルバランスのいい人たちばっかりではないので、そうですよね、はい、
同じことで悩んでる人に、うん、はい、アドバイスできたら。慎重さがあることに悩んでるペアはぜひね、三宅先生のところに習いに、いいアドバイスをもらえるんじゃないかと思います。あとですね、はい、踊り以外にもですね、はい、ちょっとドレスなんかも、うん、縦長に見えるようなドレスを、そうですね、デザインしてもらったりですとか、フロートがよく踊るようなドレスにしてもらって、存在感を出せるように、はい、してましたね。はい、なんかショードレスとかこのドレスに来たら全然良かったとか、そういうのあるんですか？あ、そうですね、白が自分では、はい、ラッキーカラーだと思ってます。ラッキーカラー、そうですか。私なんとなく引退の時に着てたピンクのドレス、はい、印象ありますね。引退の時はピンクのドレスですね。そうです、白が自分の中ではラッキーカラーでしたね。はい、その時にボーンと成績上がったりとか。そうですね、成績はあまり変わらなかったんですけども、はい、でもなんか踊り自体が、はい、よく見えたみたいで、踊りの印象が違って見えたみたい で、はい、でちょっと自信がつきましたね。はい、それまではそれほど積極的に来てなかったけど、はい、そうですね、踊りの感触というか、はいはい、印象がやっぱりよく見えたみたいで。積極的に、はい、白着なかった理由って何なんですか？はい、やっぱりなんかこう赤ですとか黒ですとかに比べてやっぱり弱い色って言ったらいいんですかね、まあ、本当は強い色なんですけど白も、はい、なんか弱く見えるっていうことで、やっぱり競技会の面では弱く見えるってちょっとマイナスに働いちゃうんで、何組かで踊るとちょっと弱く見えちゃうかもしれないですね。なのでちょっと着させてもらうまで時間がかかります。今はだといいんですけど、はい、いろんな工夫ねされてきたということなんですけども、ね、先ほども言いましたけど同じようなね境遇環境のね選手にとって非常にねいい話聞けたと思いますので、こんな感じで今日はねお二人にいろいろダンス談義やね、はい、ちょっと面白い裏話なんかもねお聞きしながら進めていきたいと思います。はい、ではですね本日のねタイムテーブル見てみますと、アマチュアの H 級ラテンアメリカン部門からスタートするんですけども、松本先生にねお尋ねしますけども、はいはい、アルファベットのこの H 級っていう級から A 級っていうのがあるんですけども、はい、このアルファベットの意味というか違いっていうのは 何なんですかね？はい、これはダンスの、うん、8つのレベルによるランキングといいますか、うん、クラスが分かれておりまして、うんうんうん、これただアルファベットが8つ羅列してるわけではなく、前半の ABCD、うん、そして後半の ABCD、EFGH、ですと全然、趣旨が、変わってきます。後半の、うん、ABCDE、EFGH、ですと種目数も少ないですし、比較的始めたばっかりの方にも参加していただけますし、少しこう敷居を低くというか間口が広く、ね、誰でも競技会というものにこう触れ合って参加していただくという意味があります。なるほどね、それに比べましてですね、はい、気軽に参加できる、そうですね、気軽に参加できる、うん、なるほどという部分があります。それに近いですね、うん、前半の ABC ぐらいになりますと、うん、踊る種目の曲数も、うん、1回の大会で多くなりますし、確か C 級は4種目、うんうん、B 級 A 級になると5種目、これをこう連続で踊らなきゃいけなくなってきますので、非常にこうアスリート的な部分が、うん、アスリート求められてくる、うん、と思います。やっぱスタミナですとか、はい、体力いますかね、やっぱり、ね、いると思います、うん、はい、なるほど、はい、ということでですね、まあ、Q ね、A とか H、 そもそもどっちが上なのかもね、初めての方にとっては分からにくいかもしれませんけども、はい、H っていう Q が一番下です。下の間口が広く、はい、誰でも気軽に参加できるクラスから、はい、少しずつこう成績が上がっていって、いずれは A 級、 A 級になったらもう例えばアマチュアの A 級ですけども、プロに換算するとどのくらいになるのかとかね、もういきなりプロで活躍できるようなレベルまでいっちゃってるものなんですかね？そうですね、まあ、うん、A クラスぐらいになりますと、うん、まあ、学生でいうと全国大会を目指して頑張ってるカップルですとか、うん、まあ、プロ予備軍というか、うん、プロ目指してる子なんかもいるので、レベル的にはプロに入っても結構戦えるようなレベルになってきますし、す北海道を代表するような顔ぶれになってくると思います。なるほど、はい、ちょっと楽しみですね、はい、今ね。で、まあ、競技会ではですね、その選手のダンスを評価する審査員という役割を、ね、する方がいるんですけども、審査員の名簿を見ますと、あの人はいますよね。あ、うん、今日三宅達先生がいらっしゃいますね。三宅達先生いますよね。いますね。やはりマスク姿ですね、はい、まあ、今日はね、そうですね、今日はマスク
必須ですね、うん、キリッとしてるような感じもね、はい、キリッとしてますね。今日はね、コメンテーターとして佐藤子先生、そしてまあ審査員の資格も、ね、もちろん持っていますけれども、審査するようになって現役の頃の競技選手としてのダンスの捉え方と何かこう変わったこととかってありますか？ですね、やっぱ現役の頃はまあレッスンを受けて自分の技術を上げていって、うんうん、そして、まあ、上げていけば競技会の成績もついてくるかなと思ってこう頑張ってたんですけども、ちょっとそこに音楽の存在っていうものを忘れないで、はい、やっていかなきゃいけなかったかなっていうのはと思いますね、はい、音楽を表現しなきゃいけないので、はい、それはやっぱり、はい、もっと早くから音楽の勉強してたらよかったかなみたいな感じですかね。そうですね、そこに気づいてたら違ったかなっていうのはありますね。私もね、こう見えてもう引退してね、もう10年近く経ちますけど、今年ね、音楽の勉強でバイオリン、ね、習い始めたんですよね。やっぱりね、いや本当一刻も早く勉強した方が絶対いいと思います、ダンスの、ね、バイオリン、タキシードと相性バッチリですよね。実はね、タキシード着てね、バイオリンをね、はい、アウトドアに弾いた映像を SNS にアップしました。まあ、いや、あれかっこいいです、ね、かっこいいです、ね、まあ、いずれね、まあ、そういったことをさらにダンスの練習以上にバイオリンの練習をしていきたいと思っております。まあ、それは冗談ですけども、まあ、そんな感じでですね、今いろいろね興味深い話聞きましたけども、松本先生は、はい、まあ、前回も言いましたけど審査員の資格取れるのがもうあとわずかっていうところなんですけども、はいはい、まあ、それはね、なんでかって言ったらコロナの影響で競技会がね、ちょっと中止になったっていう影響もあったんですけども、はい、逆に言うとそういう意味では審査する立場はまだ正式にはなってないですけども、はい、その分こういい意味で客観的にダンスを見る、はい、充電期間みたいなのが取れたと思うんですよね。そうですね、はい、何かその時間を使ってこう、はい、ダンスに対する考え方、捉え方を磨いたというか、はい、そんなことありますか？はい、そうですね、まあ、現役の時は、うん、やはりこうどう見えるかとか見せ方みたいのをこう重視して、ダンスを勉強してたんですけども、まあ、引退してからはですね、一つ一つの音楽を音に対してこう深く掘り下げてみたりとかですね、自分の体の使い方みたいのを深く掘り下げてみて自分の内面と向き合う時間がすごく増えてきたので、今ダンスが違ってもすごく楽しくなってきてますね、うん、はい、いずれね、そういったこうダンスの勉強というかアドバイス的なものをね、例のね、知ってますか皆さん、例のチャンネルでね、例のチャンネルで、YouTube のチャンネルでね、はい、披露してほしいなと、まあ、私で個人的にね期待しているところなんですけども、例のチャンネルで、例の伸び悩んでるチャンネル、何でしたっけあのチャンネルで、松本チャンネル、松本チャンネルです、例の伸び悩んでるチャンネルです、YouTube チャンネルで、あのね、松本先生がこう温めてきたねダンスの技術、はい、アドバイスなんかもね紹介してほしいと思いますので、ぜひ、はい、松本チャンネル皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、もう少したら競技スタートしますけども、後ほどですね実際に A 級戦、まあ、ラテンのラテンアメリカン部門なんですけども、そのダンスを観戦してできれば動画もねちょっとその模様を差し込みながらコメントいただければと思いますので、後ほどまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今ですね、準決勝終わりまして、この後は各部門の決勝ラウンドに進むんですけども、今回はスペースというかフロア入り口のところで決勝進出者を発表されているようなので、おそらくフロアに入ってくる選手は勝ち進んだ満足感から自信に満ちた表情で入ってくると思いますけども、松本先生はそういう面はどうですかね。そうですね、意気込みを感じますね、うん、はい、だからここはですね、お二人にお聞きしたいのがですね、弦を担ぐというかジンクスというか、競技会当日に毎回これをするといったルーティンのようなものがありましたら紹介していただきたいんですよね。これやったらね調子上がるぞみたいな。佐藤子先生まずお願いします。はい、はい、ですね、まあ、絶対ではないんですけど、こあのマニキュアを赤にする。マニキュア、はい、なんかドレスの色に合わせて、うん、いろんな色
にネイルされる方もいるんですけど、私は赤を、はい、なるほど、赤にしてましたね。なるほど、はい、里子先生はマニキュアを赤にするというのがジンクスと。松本先生はマニキュアの色何色にするんですか、ね、マニキュアの色ですね、ピンクです。冗談です。まあ今の冗談として何かありますか、松本先生。はい、僕はですね、試合の時には必ず、うん、新品のパンツを履いて大会出ます。新品のパンツ、なるほど。毎回買い替えると、毎回買いだめを買いだめを置いて大会の日の朝おろす、服を開けて、なるほど、やるとすごくこう、気持ちがこう、いいですね。それは赤いパンツとか、はい、その色は、はい、色は基本赤、基本赤、基本赤ですね、赤パンですね。ただあれですね、里子先生が赤いマニキュアをして、はい、松本先生が赤いパンツ、はい、新品パンツを履いたらもう最強ですね。そうですね、最強ですね。引退してからもですね、なんかイベントがある時にそれをこう継続してまして、うん、あ、そうですか。イベントがある朝に新品のパンツを履いて、うん、なるほど、なんですけども、今年イベントがないので、うん、私パンツボロボロ、全然新品が下ろせない。あ、ちょっと用意はしてあるってことですね。用意はして、用意はして、なるほどなるほど。私もね、実はね、ジンクスというか、当初自分が出た時に、札幌コンベンションセンターっていうところで協議会やってたんですよ。で、まあ、ちょっと下の話になってしまうんですけど、トイレの使用の仕方なんですよね。札幌コンベンションセンターの1階のトイレっていうのは、まあ、ショーのところと台のところがあるじゃないですか。ありますね。で、奥にさらにショーのちょっとスペースがあるんですよ。あ、そうなの。そこがですね、小便器の数が6つなんです。で、6つのショーのトイレっていうのに毎回そこを使っていると、決勝6人のメンバーに選ばれるっていう勝手なジンクスを自分で作って、コンベンションセンターで用を足すときは必ず奥の6つのうちのどこかを使っていたっていうような。そうするとですね、まあ毎回決勝に入ることができましたので、コンベンションセンターを使うときはぜひそこを選手の皆さんやってみてください。決勝入れますから。でね、ジンクスなんてそもそも勝手に決めるもんだから、ね、そうなんですかね、勝手にみんな、うん、自分が決めることなんで、トイレの話だからもしかしたらカットされちゃうかもしれないですけどね。うん、まあ、そういうふうに、まあ、靴をね、例えば右足から履くとか、うん、昔流行りましたよね、ラグビーでしたっけ、こんな、はい、ああ、五郎丸、こうやってやって、はい、やるのも、他だとか、はい、ね、はい、そういう、この順番にやると毎回成功するみたいなね、うん、まあ、そういう意味でいくと、結構我々の練習って地味じゃないですか。例えばナチュラルターンやるにしても、予備歩のが気に入らないとか、本当の一歩に対してこだわってこだわり出すと切りないですね。こだわり出すと切りなくて5種目練習するはずだったのに、ワルツの予備歩でその日の練習が終わっちゃったみたいなね。よくないんですけど、そのぐらいね、やっぱりこうこだわって、こだわり抜いていって、それがこう意識をしなくても再現できるというか、そのぐらいまで突き詰めた人がやっぱり勝ち残っていくのかななんてこともね、思ってますけどね。そうですね。まあ、今度はあれですよね、各選手にインタビューでその人のこだわりみたいなのを聞いてみるとね、また面白いかもしれないですね。面白いかもしれない。こんな感じでまた後ほどコメントいただきますので、はい。さあ、今前半戦の表彰式が終わったところなんですけども、はい、先ほどコメントいただいた松本先生と佐藤先生に、はい、まあ、いいなと思った選手と実際にその選手に評価されたかどうか、何かありますよね。はい、まあ、ほとんど上位入賞者に関しては、まあ、予想と同じで、まあ、大木選手が、まあ、1位を取って、まあ、彼ら先ほど言いましたが底知れぬポテンシャルがあると思いますんでね、まだまだ甘んじずどんどんもっともっと上にチャレンジしてほしいなと思ってます。はい、さあ、この後ですね、アマチュア A 級スタンダードセクションになっていくんですけれども、その前にですね、先ほど松本先生が起点を聞かせて OB の先生に突撃インタビューしてくれたみたいなので、ちょっとそのあたりを聞いてみたいと思います。実際先生どんなコメントをいただいたんですかね。はい、先ほど突撃インタビューさせていただきまして、まあ、突然だったので皆さんちょっとびっくりされてましたが、それもちょっと面白い絵が撮れましたので、まあ、編集で差し込んでいただいて楽しみにしておいてください。具体的に何か何々に関してとかありました。はい、
みんな仕事で忙しくてなんか面白いこと何も言えないわって思いました。わかりました。後ほどね確認してみますして、はい、ますけども、まあ編集するの私なんでやばい話ありましたらカットしてますけど、まあこんな感じでね、時間が許せばいろんな人の声を拾うっていう、ね、まあできれば選手の声も今後インタビューで拾っていけたら面白い、面白いですよね、インタビュー、ね、たくさんの人に、うんうん、いろんな話聞いてみたいですよ ね、 ですね、はい、じゃあちょっと時間がありますので、ダンスを踊る上でドレスだったり演技服にもいろいろと歴史があるんだと思うんですけど、佐藤子先生ドレスのなんか歴史というか何かありますかね、はい、あ歴史ですか、うん、私がダンスを始めた頃は、女性のドレスは裾にオーストリッチって言って、うん、鳥の羽がついたものが、うん、ほとんどでした、ね、同世代なんで、同世代オーストリッチ全盛ですよね。ですよね、ですよね、はい、そうですね、はい、あとなんか男性の塩ビ服もなんか上下ともに太いシルエットの塩ビが着られてたかなっていうのが、はい、あるんですけど、今ピチピチですからね、今はもうピタッとして、はい、脱ぐの大変なぐらいですね。そうですね、着るのも脱ぐのも大変、はい、はい、そういうところが変わってきたかなっていうのはありますね、うん、審査員の衣装もいろいろあって、例えば宮本先生のタキシードのパンツなんか裾太いんですけど、三宅先生はシュッとね細いパンツだから、そういったね審査員の衣装に関しても今後見てもらったら面白いかなタキシードのタキシード社交男子ですかねまあちょっと探しましたタキシード社交男子、まあ、いろいろ勉強になりますね、まあねドレスって結構ね、正直お金もかかるんで、そんな頻繁に、ね、買うこともできないと思うんですけども、そうですね、うん、まあ、今は技術も上がってまして、安いっていいものも出てますけども、まあ、今後ですね、ドレスメーカーにも流行りのドレスですとか、おすすめのものとか、ね、そういったものもインタビューしたり、座談会なんかできたらね、面白いかなと思いますけど、どうですかね。はい、そうですね、それは面白いかなと思います。うんうん、はい、で少し周りの人にも聞いてみたんですけど、うん、今平田先生が言ったみたいに、うん、やっぱりみんな流行り何が流行ってるのかっていうのが、うん、気になってるみたいなので、うん、まあ、どういうところから流行が作られていくのかとか、うん、はい、あとなんかこれまだ誰もやってないけどいいんじゃないかって思ってるようなこととか、うん、はい、あったりするのかななんて、ね、はい、同じドレスに似たようなドレスだったら結構言えますね当日ね、ありますね、そうですね、同じヒートだったりしたら、うんうんうん、あってやっぱりちょっとね、やっぱりドレスとか衣装ってこうその時のトレンドとあと自分のスタイルをよくよりよく見せてくれたり、うんうん、欠点をこうカバーしてくれる要素もあると思うんで、うんうん、その辺のこう兼ね合いで皆様決められるとは思うんですけれども、うんうん、その辺もいろいろ各選手こだわりみたいのがあると思うんで聞いてみたら面白いかもしれないですね。そうですね、うん、まあ、今情報ね今聞いてますけどもっと早くね現役の頃から聞きたかったんですよね、まさにね、そうですね、うん、それは言えてますね、まあ現役の頃って言いましたけど、はい、今からでも遅くないですよ、松本先生だって現役復帰するとかね、そうですね、まだ審査員の資格公式じゃないですからねまあ、プロシニア戦に、ね、じゃあまず体を絞るところからいきますんで今日海鮮丼を帰りに食べてこうと思ったんですけどお預けですね、行かないんですかそれは残念ですね、 なんかねせっかくだからね今日こそはね松本先生にね帰りにボスしてもおろうかなと思ったんですけどねいやいやそしたら中止にします出場中止まあそれうちの、まあ、残念ですねということで後ほどまた準決勝決勝今度は、ね、スタンダードですので里子先生に実況中継を、ね、していただきたいと思いますので後ほどまたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、後半の表彰式も終わり事故や、ね、トラブルもなく競技会終了いたしました。松本先生、三宅里子先生本日は貴重なお話ありがとうございました。またの機会にもぜひお願いします。こちらこそ本日は貴重なお時間ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。緊張してうまく話せるか不安でしたがやってみると楽しかったですねって言って台本に書いてあるんですけどやっぱりちょっと不安なままでうまく喋れなくて終わってしまったところもあるんですけど編集で何とかしてもらいたいなと思ってます。コメントのコメント長時間にわたってありがとうございました。皆さん次回はですね11月22日日曜日今度はですね札幌市の豊平区体育館にて北海道ダンス選手権大会という大会が開催されます。
この大会もですね、無観客で行われるんですけども、いよいよプロフェッショナル部門が開催されますね。はい、本日もハイレベルでしたが、プロのダンスはさらに見応えがあると思います。そうですね、ただ観客がいないのは寂しいんですけども、画面を通してでもダンス愛好家の皆様に熱いダンスを披露できればいいかなと、はい、思います。そうですね、まあ、現在ね、こういうふうに録画でお届けしてますけども、いずれはですね、ライブ配信にもね、挑戦してみたいというところなんですけども、まだまだね、私も知識不足なんで、少しでも早くね、皆さんに生のダンスをお届けできるような形も勉強していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。まあ、またですね、これ YouTube にアップロードするんですけども、感想やね、何かリクエストあればぜひコメント欄にメッセージをお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆様、またお会いしましょう。さようなら。